よいしょと、入ってるかな。では、大谷康子先生、サイン入り色紙じゃなくて、サイン入りパート譜で、ちょっと、ブラームスの第1番、今年のイルマシー関係ナグラの定期演奏会はハザードで行われます。10月、あれ10月何日だったか、ちょっと忘れちゃいました。多分中旬ぐらいだと思うんですけど、に行える、まあ、ブラームス第1部、1楽章の、ちょっと出だしの部分ちょっと弾いてみますね。ちょっと、まあ、これ朝早いんで、隣近所に迷惑かけないように、ちょっとミュートかけてますんで、ちょっと音ちっちゃって聞こえないかもしれないんですけど。で、きます。これ、なんかね、ハートフル B4 なんだけど、B4 でもなんかね、見づれんだよね。どうしようかな。下が床がなんか変なバリバリそこ6拍子なんですよね。途中10拍子があってまあいいや、どちらにしろ3つ、6拍子の86ですね。8分の6ですね。いきます。ダメだ、なんか音、あ、いきなりこう言った、あ、間違えて、ごめんなさい。1、2、3。てかこのミュートがおかしいんだよね。こんなちっちゃいミュートつけ、でかいミュートつけた音変だよね。なんか難しいな。ああ、しまった。最初に上がっといてよかったな。ちょっとこれ、なんかボーイングもちょっといろいろ考えないといけないね。ちょっと、まあ、こんな感じです。初見じゃないけど、まあ、ほとんど初見、久しぶりの弾いたって感じです。やっぱり久しぶりだと